皆さんこんにちは、クールチャンネルです。マリオメーカー実況、今日も遊んでいきたいと思います。 FFO ゴルベーザスピードラン達郎さん、いいですね兄貴、いいですともやってやりますよ。 8.29% のクリア率、難易度はまあそこそこでしょうか。ゴルベーザのテーマとかかっこいいですよね。やっぱり FFO 最高ですよ。サムネ以外に何かゴルベーザ要素があるといいんだけど、やっぱりいいですと思うですよね。ほい、三段当たるんかーい。サムネだけってことは、これどうすればいいんだ、どうすればいいんだ。ここがうまくジャンプできないんだけど、問題はこの先、この先どうすれば、ここで飛んじゃうんだけど、どうすればここ行けるんだ。行けた行けた、三段ジャンプで当たらないように扉に入っていく。今のところ抜けるのになんであんなに苦戦したんだろうな。パスっていうか、スルーしてるかもしれないけど、実は2回ほどやられてます。ここは普通に進んでいっていいですとも。さて、その先パワーブロックない。扉かーい、投げるんだと思っちゃった。マユレコクリオとかね、やっぱり兄貴は渋くていい選手が多いんですよ。さすがの兄貴ですよね。確か月から月の期間だっけ、なんだっけ、そんなのでも確か兄貴は活躍するんですよね。シェシルより兄貴の方が好きって人も結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。というわけで壁キックで登っていきます。なんだろうな、ここは特に FF4 とは関係ないのかな。パワーブロック取って PSH 入って投げる、ゲットバス残り15秒。この先に風数屋とかゼロムスさんとか待ってないのかな。スピンジャンプかーい。で、なんかちょっと詰まっちゃったけど土管に入れて残り6秒でゴール。よし、 FF4 ゴルベーザー要素は満載のスピランでしたね。次のコース遊んでいきましょう。今のってもしかして千早さんが遊んでくれたのかな、気のせいかな。もしそうだったら嬉しいけど、あんなコースがランキング乗ってるとは思わないから、まあいいか。次、3ワーニングボルカニックゾーン、ホールド右プラス Y。 なんだろう、半自動コースっぽいけど違うのかな。とりあえず右と Y をしっぱなしにしておきましょう。しっぱなしにしてるよ、本当にいい、信じるよ。このまま他のボタン一切押さないよ。でもな、難易度難しいに入っているコースの時っていうのもちょっと心配なんだけども、多分途中で何回かやられる必要があるコースなのかな。中間ポイント取ってそこからのリスタートで進んでいくコース、まあそれだったら難易度難しいに入ってくるのもなってるかな。いつまでクッパさんはヘディングしていくんだい、重いよ。ボルカニック、確かにボルカニックで満載だけど、扉には入らないと、自分で入らないとダメ。中間ポイントを取った、危ねえ。これ扉入るのをまごまごしてたらタイムアップじゃん。で、ここからのリスタートでまた30秒どんどん進んでいきますよ。次はスターランですね。ボルカニックって割には今回はファイヤーはほとんどないけれども、とりあえずうるせえ、あ、やっと溶岩が出てた。右と Y をしっぱなしにしてますよ。いやー、すごいコースだね。なんとも難しい要素を蹴り飛ばして、下に扉があるけど、どれが正解なんじゃないって、まさか自分で選べなっていうオチはないよね。残り7秒、鍵たくさん持ってるけれども、中間ポイントそろそろあるよね。あった。中間ポイント取ってどうせここでやられる。はい、多分これでゴールになるんでしょう。残り最後の30秒でスタート。まずは花ちゃんはクリームだけかーい。いや、うるさい、本当にうるさいから、このコースやめてくれって。なんだよ、6秒で終わりかよ。30秒ギリギリ粘るんじゃないのかよ、畜生め。騙されまくったぜ。このコースの方がさ、ゴルベーザの兄貴っぽくない？
はい、今日のラストはこちらのコースにしましょうか。マリオメーカー2周年記念コースの中の一つのようです。ベストクリアタイムが1分52秒ぐらいでした。これも長いコースですね。スピランではないと、はい、戻っていって、こっち飛んでいける？飛んでいけない。こっから？いけないよね。ここでまさかダッシュしていくとか。え、いけるのこれ。あ、いけるんだ。知らなかった。その仕組みを初めて知った。とりあえずピンクコインを1枚取って、いろんなところ進んでいくパターンかな。じゃあ真ん中から、真ん中からっていうのもなんか微妙な気はするんだけど。これまたさっきの難しいバージョンじゃない？これでいけない？よいしょ、全然いけないわ。はい、よいしょ、どうだ？あ、届いた。面白いけどもこれは難しいぞ。今のが一番難しいのであってくれと願うぐらいの難易度で、また順番に全部進んでいく。今度上から行こうか。次はやっぱりこうやってジャンプさせられるのね。ここのバネの勢いで飛んでいく。やり方は分かった。やり方は分かったけど、多分ここに最初乗ってないとダメなんだろうな。もうちょっと。どうだ。今の届いたと思ったんだけどダメか。これは全然届かない。届くときにはやっぱりね、大きな加速がついてるんですよ。ダメか。もしかしてこれタイム制限あり、上のブラックパックがなんかタイム制限表してるとか。やめて。どうだ、よし、あれ今のもダメ。はい、どうよ、ダメ。どうだ、あ、いったいったいった。とりあえずまだ時間はあるはず。よいしょ、今度は全然ダメだな。この辺でうまい具合に、どうだ、飛び越えたぞ。ギリギリだなこれもな。ベストクリアタイムの約2分を切ってるぐらいっていうのはちょっともう無理だ。っていうかもうすでにそのぐらいの時間が経ってしまっている。いる、セルの声で言いたかったけど、アナゴさんの声で言いたかったけど、まあいいか。次はチョロップさんがいっぱいいらっしゃる。やられるわけにはいかない。え、入っていいのかな。入るよ。うん、入った。ん？どういうことだ。あ、下に落とされるのね。了解了解。で、今度はトゲを越えていけばいいんだよね、普通にね。うん、むしろこっちの方が得意って言おうとしたらやられてしまうんだよね、やっぱりね。よし、まあ前向きに考えればこれでタイムアップがする可能性は少なくなったと思えばいい。これで今全部で3箇所突破したのかな。次、ブラックパックンか。ブラパ苦手なんだよな。ここに乗ってブラックパックンが飛ばしてくれる。うん、さっきのところよりは他のなんて言うんだろう、1個目や2個目のギミックに近い仕掛けだね。どっこらしょと、どっこらしょ、どっこらしょ、自熟性って言われるんだよな、よくな。よいしょ、あ、氷ブロックの上に扉があるのね。それは分からなかった。マリオ U とかだったら、よいしょ、入れた。なんていうんだ、途中でくるくる回ってできるじゃないですか、わかる？うん、くるりんくるりんって回りながら、それができないのがやっぱり初代スキルの難しさですよね。次どうすんか。ここは結構やられるパターンも多そう。これはまずこっちに来るしかないよね。どうすればいい？まさかそのダッシュで行くの？おい、こうやって、こう？マジでそんなことができるの？1個目を押し上げて、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 こう？こう？そんなことができるのかい。持ち上げたい、持ち上げたい、持ち上げたい、持ち上げ、あー、
よし、来た来た。よーし。いやー、ここ一番難しかったわ。暫定1位、ドッスンエリア。めっちゃくちゃ時間かかった。これ無限中間システムじゃなかったら絶対無理だわ。次、クッパクラウン。ここは、下のちくわでクッパクラウンが動かされてるのね。まあ、いけるとか言おうとするとやっぱりやられるんだよね。どうだ？よーし、ここはそんなに難しくはなかった。残る最後が、なんだっけ？パックンフラワーだった気かな？そうだね、パックンだ。こいつも難しいんだよね。いや、即落下ですか。よし。任せて。タイミングを取るのにかけては、右に出るものは、あんまりいないと、言われたいなと思う、このくるくるスクールさんにかかれば、今ぐらいのは楽勝かな。これでやっと鍵ゲット。この先でやられるにしても、最後のところはそんな難しくないから、楽勝かな。楽勝だよね。よいしょ。楽勝だよね。あれ？まあ、いや。上に行けたような気がしなくもないけど、無事ゴールできました。ありがとうございました。それでは、今日のクールチャンネルのマリオメーカー実況はこれで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録まだの方、よろしければチャンネル登録お願いしますね。それでは次回はあなたのコースに、くるくるくる。バイバーイ。